待たれていたので、はい、皆さんもお待ちかねの、うん、まずはこの方、中村ゆうえきさん。どうも、よろしくお願いします。お願いします。僕はこちらがですね。僕はこちらです。はい、はい、どうも、中村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして次はこの方、杉田智和さん。なんで笑うの？なんで笑うの？なんで笑うの？何が映ってます？肩がついてる。すごい。よろしくお願いします。肩幅が広い人です。よろしくお願いします。出番、僕の出番の時にちょっと近くに立ってたんですけど、鎧見切れちゃうから下がってって言って、場所をね、取っちゃうから。なるほど。中村さんって結構やってるんですか、シャドーバース。今年に入ってからあまりやれてないですね。去年はしこたまやってたんですけど。しこたま、はい、やっておった。あとあれです、杉田さん、大噂によると、はい、ミヤスターになったと。あ、分かりました、分かりました、はい、すごーい。はい、マスターさんですよ。マスターさんですよ。どうしよう、あっちのチームマスターいるよ、いるよって思いきや、うちの石神マスターになりました。おめでとう。やった、ありがとうございます。中村君はポテンシャル的には僕らがゲームうまいんで、おお、きっとなんかこうびっくりするようなデッキのコンセプトをちょっとだけ聞いたんですけど、はい、えってなりました僕は。まあ、誰よりも僕を、そしてみんなを楽しませる術を。なんと、杉田さん、ハードルをあまり上げないでください。いや、俺は笑い止まんなかったよ、だからあれ。はい、楽しみですね。バキのスタンプの そうきたかを連打するところだったから。はい、では準備完了を押してください。あ、なんかもう、はい、回転の画面に行っちゃいました。あ、大丈夫、始まって大丈夫です。ここでずつ買ってくれたドラゴンか。え？あれ？あれ？おや？おや？あれ？映ってない。映ってない。あ、できましたね。こっち映ってきました。大丈夫ですか？大丈夫です。こっちは映ってるんですけど、まあ今マリガンの画面ですね。マリガンじゃないや。引きながら来ました。来ました。来ました。はい。石垣さんは、ただ説明をさせてください。これまあ僕ドラゴンなんですけど。はい。少し前に出演していたアニメでですね、はい、メイドラゴンというのがありました。素晴らしい。はい、だから今回一応デッキとしてはですね、中村さんちのメイドラゴンという。なるほど、何これ。すごいぶっ込んできましたね。はい、でまあこのリーダースキンは視聴者の人ですね。ああ、そうなの。視聴者の人、小林さんがいないからいっぱいそのアニメを見てた人がリーダースキンだ。そうですね、ありがとうございます、いつも。じゃあこれはまあとりあえず2ターン目になります。はい、はい、僕がやっていた滝谷くんってことになっています。メガネだけだ。メガネってだけ。そういう基準で選んだんだ。はい、小林さんでもいいんですけど、メガネだからね。しかし、あー出た、メイドラゴンなので、滝谷くんよくぞ出してくれた。メイドラゴンなのでドラゴンが出てくる。やっぱりファクン出さなきゃダメ。ファクン心だ。アフリールが強い強い。アルベド殺す倒します。殺す。さあ、かなりアフニール結構刺さりましたね、この、ええ、今持ってなかったらもう負けてましたからね。キューンとっていうのはバックあれ一瞬で残ったルミナスの演技がただで、はい、バックが進化できますよね。支援ですよ。はい、石垣さんの、はい、石垣さんの勝利でゲスト、レギュラーチームの勝ちですね。ありがとうございます。はい、やった、いや、まあ、この時点でですね、なんとちょっと新作の愛情は中村くんがありましたね。そうですね、僕の勝負はファフニール出した時に終わってたんで。そうですね、まあもうあれが出た段階で僕の勝ちなんで。はい、